今日から春の全国火災予防運動が始まりました。高松市ではさぬきうどんをモチーフにしたキャラクターうどんのが一日消防署長を務めました。一日消防署長の委嘱状が渡されたのは香川のご当地キャラクターうどんのです。消防署長となり消火作業や救助訓練の様子を視察しました。高松北署管内では今年に入り去年より多い33件の火災が発生しています。警報器の設置が呼びかけられていますが香川の設置率は 74.7% で全国平均を下回っています。かなり重要らしいです。やっぱり2階で寝ているときに1階で火事が起きた場合に警報器があった方が分かりやすいのでぜひ設置してください。消防署は警報器の設置や点検など各家庭で火災の予防に努めてほしいと呼びかけています。